こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、変身聖剣デラックス音獣剣スズネです。はい、仮面ライダーセイバーもね、終わっちゃいましたけど、まだ僕はいろいろね、買ってなかったものがあったので、まあこの機会にですね、買おうかなということで、今音獣剣スズネと、あとこちらの風装剣ハヤテ、こちらもね買ったんですけども、まあなぜ最初にねこっちをやるかというと、まあデラックス版の方でこのブレーメンのロックバンド、こちらを持ってまして、まあ、これはね聖剣ソードライバーサウンドアップデートエディションの、火炎メロディーザンというセリフを出すのに必要なものだったんで、それだけのためにちょっと買ってまして、まあ、スラッシュといえばねこのブレーメンのロックバンドをね使っていたので、これでちょうどできるかなと思いまして、あと、まあ、風装剣ハヤテといえば小豚三兄弟ですけども、まあ、これがね直眼版なので、ちょっとデラックス版はソードオブログスバックルの付属としてねついているので、ちょっとそれを買ってから、風装剣ハヤテとね連動してみようかなと思います。で、まあ、値段の方なんですけども、まあセイバーがね終わったので、まあいろいろと安くなっているのかなと思って、アマゾンの方でね、見てみたらですね、音獣剣スズネの方は、まあ、3777円。まあ定価よりは安いのかなと思いますけども。で、風装剣ハヤテはですね、5970円。ちょっと高いですね。はい。で、僕はお店の方に行って、これは2600円ぐらいで買いましたね。で、風装剣ハヤテも3000円ぐらいで買えたので、その辺はラッキーだったなと。これからどんどん上がっていくのかなと思いますね。まあ僕が買っていない中でもね、割と、キングエクスカリバーは2290円。結構安いですね。で、この2本だけはね、ちょっと高くて、で、他のね、この、最高ドライバー、皇后剣最高は3400円。で、X ソードマンの、ワンダーライドブックとのセットだと5000円でね。これも結構安いんじゃないかと思いますね。で、先ほど言ったソードオブログスバックル。こちらは1000円で買えるので、まあ近々買いたいと思います。はい。まあ僕が買ってないものとしてはそんなところですかね。まあまだ色々ありますけども、まあ買えるものは買っていきたいなと思います。それでは、こちらね、見ていきたいと思いますが。仮面ライダースラッシュ、大真珠さんが変身しますが、こちらワンダーライドブックがヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブック、こちらが付属しております。はい、ピンクの、ピンクですね、これはね、マゼンタではないですね。はい、そして遊び方はこのように、仮面ライダースラッシュヘンゼルナッツとグレーテルに変身。で、まずワンダーライドブックがボタンを押すと音声が鳴ってページが開くとこのように解説がなります。そして剣にセットしてトリガーを引くとページが開き変身、まあ、この変身の仕方はね、怒号剣激怒とかとも一緒ですね。トリガーを引くと変身ができると。そしてこの剣は、銃モードにも変形するということですね。はい、銃モードではこのような変身音となりますね。はい、そしてワンダーライドブックで必殺技、この下のところに刺すと、必殺待機音になって、必殺技が発動できますね。さらにワンダーレイドブックを3回リードして超必殺技、こちらも、まあ、他のものと一緒ですね。はい、2モード変形と、変形するごとに音声が鳴りますね。鍵盤重装と。はい、そしてヘンゼルナッツとグレーテルワンダーレイドブックは、ソードライバーと連動するということですね。はい、このような遊び方となっております。はい、では開封していきたいと思います。はい、中身はこのようになっております。こちらが音獣剣スズネ本体ですね。で、ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブック。はい、それではこちら音獣剣スズネで遊んでいきたいと思います。はい、まずはこち
ちらですね、電池の方は LR44 が2個入っていまして、こちらは絶縁シートを抜くと電源が入ります。はい、トリガーを引くと剣撃音が鳴ります。はい、そして重モードに変形、こちらですね、このボタンを押しながらグリップを下に斜めにすると、はい、重装となりますね。で、戻すときは同じようにボタンを押しながら、はい、鍵盤となりますね。はい、そして重モードのときもトリガーを引くと、はい、銃撃音が鳴ります。はい、そしてこちら、ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブック。はい、こちらもね、実演シートを引くと、ストーリー音が鳴りますね。はい、下のボタンを押すとタイトル名が鳴ります。そして、表紙ページを開いて、そして表紙を押し込むと、ストーリー音が鳴ります。はい、それでは仮面ライダースラッシュに変身、こちらをやっていきたいと思います。はい、これで仮面ライダースラッシュ、ヘンゼルナッツとグレーテルに変身完了です。かなりね、派手な音声となっております。トリガーを引くと、普通に剣撃音が鳴ります。はい、そして、ここのボタンを押して、ワンダーライドブックを外します。そして逆さにして、こちらにリードさせます。まあ、ボタンを押すようになってますが、はい、押し込むと必殺技の待機音が鳴るので、トリガーを引くと必殺技の音声が鳴ります。そして3回セットするとまた別の音声が鳴るんですが、まあ、2回、3回とね、やってみたいと思います。はい、1回2回3回でね、イエーイとイエーイイエーイと、そしてイエーイイエーイイエーイとなりますね。はい、それでは、重モードで変身必殺技やってみたいと思います。Do it!
はい、こちらが10モードでの遊び方となります。はい、それではこちらブレーメンの6バンドワンダーレイドブック、こちらもねセットして遊んでみたいと思います。はい、それでは聖剣ソードライバーにセットして音声を鳴らしていきたいと思います。はい、音声的にはね、まあ、セイバーとかそちらに関わってくるものではないので、まあ1冊の、ワンダーライダーということになると思いますけども、はい、はい、ということで今回はデラックス音獣剣スズネをご紹介しました。はい、まあ、この剣はね、この大神寺さんがこの剣に関してはね、誰よりも大切に抱きしめて寝るぐらいね大切にしていた聖剣ですね。はい、まあ、劇中ではね大神寺さんは、まあ、いろんな表情をね見せてくれましたけども、まあ、10モードになった時は結構ねファンキーな、性格になるというね面白い、キャラでしたね。はい、まあ、銃と剣になるというのはね、まあ、仮面ライダーでもいろいろありますけども、まあ、このいろんな聖剣の中でもね、とても面白いものじゃないかなと思いますね。このワンダーレイドブックに関してもね、このヘンゼルナッツとグレーテル、そしてブレーメンのロックバンドというね、
ヘンゼルとグレーテルというね物語のパロディですけども、そしてこれはブレーメンの音楽隊のが元になっているものですけどもね、はい、とてもこの使うワンダーレッドブックに関してもね面白いものがありますね。はい、まあ、仮面ライダーセイバーはねいろんなライダーが出てくるので、まあ、このスラッシュあたりは結構5番手ぐらい、4番手5番手ぐらいのね、そんなに目立つ活躍をねする感じではなかったんですけども、まあ、お披露目の回とか、あと大神寺さんのこのね個人的な話の回とかもねあったので、ところどころでねフィーチャーされて、まあ、大事に扱われているなっていうのが感じましたね。まあ、早めにね買っておきたかったんですけども、ちょっとねタイミングとかいろいろとね事情があってですね、このようなもう終わった時期に買ってしまいましたけども、まあ聖剣はね10本あるんで、まあ、全部揃えたいなとは思うんですけども、まあ、プレ版の方もあるんでね、ちょっと集めにくかったなっていうのがありますね。はい、まあ、あとは、まあ、風俗剣颯はね手に入れたので、あとはですね、皇后剣最高ぐらいですかね、まあ、キングエクスカリバーもね余裕があれば買ってみたいと思います。まあ、やっぱね聖剣10本あるんで、その全部ね集めたいなとは思うんですけども、まあ、全部が全部集められるという感じではないので、まあ余裕があれば集めていきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。